中京競馬場特別一番手第9競走は高ラン系特別芝2000メートル混合戦、3歳以上1勝クラスのメンバー12頭によって争われます。坂の途中のスタート地点ホームストレッチ、続々と各馬が収まってゲートインは最後12番のシュアーウィナーです。シュアーウィナーが今ゲートインスタートしました。さあ先行争いです。いいスタートを切ったのは2番のイリスレーンです。早くも前に上がっていきました。逃げの手に出るのか。そしてその後の 2,3 番手集団ですが、コートパルフェ、3番サクセストレイク、3番手その後方から6番のベルシャンブル、内はマーゴットワーズに、外サガナク9番のベルテンベルクつけました。その後方は3頭1段、間にはアスクドゥポルテがつけております。そして内からクワイエットポジションを上げて、外から12番のシュアウィナー以下、1コーナーカーブし終えて2コーナー。さあ逃げ足を伸ばしたのは2番のイリスレーンです。イリスレーンが逃げ足を伸ばして5馬身6馬身7馬身のリード、2番手1番のコートパルフェがつけています。そしてその後さらに開いて3番手、外は3番サクセスドレーク、内は4番のマーゴットワーズ、向こう上面へと入って3馬身後方ですが、6番のベルシャンブルがちょうど中段の位置、内からはクワイエットがその後方です。これをかわしにかかる9番のベルテンベルクです。この圏内固まって内からは8番のアスクドポルテが行っています。さらに外からじわっと12番のシュアーウィナーポジションを上げて、後方から11番のファインバーグ、7番のスマートファントム、その外に馬体を接しているのが10番のグルーブビート、わずかに最後方で、さあ各馬がこれから3コーナーを迎えます。先頭は2番のイリスレーンです。現在のリードは3馬身ほど、1番のコートパルフェが2番手から前に接近する構え、その後は3、4馬身と開いています。サクセスドレーク、マーゴットワーズです。そしてこれを一気にかわしていく、一気にかわしていく、ファインバーグはかわしていく、さあ前をいきなり、さあ一気に飲み込む勢いか。各馬これから第4コーナーをカーブ、動きが激しくなってきた。外まくるようには6番のベルシャンブルもポジションを上げている。さあ第4コーナーから直線に向かってこれから坂を駆け上がる。さあ先頭は2番のイリスレーンが粘る粘る、イリスレーンが粘る粘る、坂を頑張って登っていく。そして2番手集団ずらっと固まっていくが、サクセスドレイクは単独2番手の位置、大外をついてはグイグイと9番のベルテンベルク伸び足、アスクドポルテ、アスクドポルテ連れて上がってきたのがスマートファントムだ。さあここで様相一転か。さあスマートファントム、そして外からはサクセスドレイク、スマートファントム抜けた、スマートファントム抜けた、そしてスマートファントムわずかに押し切って五輪、最後の最後8番のアスクドポルテ、そしてサクセスドレーク、さらにはベルテンベルクなどずらっと広がった 2,3 番手集団、しかしこれを制して内と外の各馬をわずかに抑え切ったのは、直線早め抜け出した7番のスマートファントム、わずかに内と外の各馬を抑え切っているように見えます。アスクドポルテ、間からは3番サクセスドレーク、外からは9番のベルテンベルク、さあ2番手3番手4番手どうやら抑え切ったように7番のスマートファントム見えますが、どうでしょうか。その後は若干遅れて逃げて粘ったイリスレーン以下、勝ちタイムですが2分2秒3と掲示になっています。上がり 800m は47秒8、 600m は35秒5、逃げて粘ったスマートファントム角田大河騎士の騎乗です。石橋守る厩舎ハービンジャーの3区です。2着争い、どうやら3番サクセストレイクが単独2番手確保したか。その後の3番手ですが内外離れております。ベルテンベルクかアスクドポルテか、これは判定を待ちたいところ。それから逃げて粘った2番のイリスレーン頑張りました。5番手です。中京競馬第9競走が終了しております。後ろから溜めて運んだ7番のスマートファントム、直線は最後しぶとさを見せて勝利。2着3番サクセスドレーク、3着9番ベルテンベルク、4着8番アスクドゥポルテ、5着は2番のイリスレーンで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。